はい、こんにちは。パーカッションの高波です。この動画では、ホ本パーフェクトレッスンの第1回をお届けします。よろしくお願いします。はい、一体何がパーフェクトかというと、この僕の解説画でございます。はい。もうこれ以上詳しく解説するの無理と、もうこれ以上は勘弁してくださいというぐらいまでね、もう噛み砕いて噛み砕いて、詳しく細かく分かりやすく解説していきます。おそらく世界一分かりやすいんじゃないかというですね、花ン解説の完全版になる予定でございますので、これから花ンを始める方、もう何も分かりませんという方、大歓迎でございます。はい。 で今まで花本やってる独学で叩いていたんだけどなんかよく分かんなくなっちゃったと行き詰まってしまったという方大歓迎でございます。はい、で,できれば花本の先生もうすでに花本を教えている先生の方にも見ていただきたい。 まあ手前メソではございますけれども、この伝え方、教え方なんかね、あそういうふうに言えばいいんだっていうのは、少なからず参考になるかなと思いますので、えー、僕の動画、も全然パクっていただいて構いませんので、ぜひ見てください。はい。みんながね、カホン楽しく叩いて、また練習するモチベーションになるようにやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。では、早速やっていきましょう。レッスン第1回は、カホンのハイトーン、高音、高い音、これを叩けるようになろう。しかも、いい音で鳴らそうというのがテーマです。 このカホンのハイトンこんな音です聞いてみてくださいはい、カホンを初めて叩くという方でも YouTube でカホンの動画を見たりご自身でこちょっと触ってみたりしたらですねどうやらこのカホンというのは高い音から 低い音までするらしいということに気づいたんじゃないかと思います。大正解です。それで合っております。はい。この花本っていうのはですね、高い音から低い音までいろんな音が出せる。しかも連続的に滑らかに出せるっていうのが魅力の楽器なんですね。で、いろいろ音が出せる中でも特に今回はこの高いハイトーンを鳴らせるいい音で鳴らせるようにマスターしましょう。 はい、ではまずこの下方に座るというところからやっていきましょうそこからかよとそこからです、はい、まず立ってくださいはい立ちましたかでこのまま下方に腰掛けますよいしょとはいでこれでね、はい下方がたたけませんとどうしたものかと足をね開きますとはいでこれ足の開き具合どれぐらい開くのっていう話なんですけれどもこの画面の隅角にこの自分のももが触れるくらいです はい、この画面の角が自分の太ももと重なるくらいここが軽く触れるぐらいが目安ですで。あんまりこう前に座ってしまうとこう足を思いっきり開かなくてはいけなくて大変なのでこの場合はねもうちょっと後ろにしてまあ楽に開いてこの角とももが重なるぐらいの位置で調整しましょうはい、いかがでしょうかできましたでしょうか でここからが重要なんですけれども、今、お尻で普通に座ってると思うんですけれども、これプラス足、両足をしっかりついて、この足にもね、体重をかけてほしいんですよ。つまり、お尻プラス両足の3点で座る、体を支えると、これを3点座りと呼びます。この3点座り、まあ、すなわち両足に対してです、ね、自分の体重が分散できるようにすると、この状態がですね、もうどう動いても。 むちゃくちゃ安定しますと。で、さらにね、この腰への負担っていうのを限りなく抑えることができますので、この3点座り、ぜひ今日覚えていってください。で、下本でこういう座り方は絶対にしちゃだめっていう動画もですね、別に上げてますので、まだ見てない方はぜひ合わせてチェックしてください。はい、3点座りができましたと。そしたら、いよいよ叩いていくわけなんですけれども、下本っていうのはね、このダメに対して、とりあえず手が当たりさえすれば、もう音出ますんで、極論、どんな叩き方をしてもいいどう叩いてもいいです。 これが間違いっていうのありませんからまあ好きに叩いていただきたいんだけれどももしあなたがね今後花本を続けていくのであればこの花本のですね画面をもう何百どころではない何千何万発とですね叩いていくことになるんですねだからそこにストレスなんか負荷があったりするとその何万の負荷を体を受けることになるのでもう体の方がね悲鳴あげちゃうんですよで一個例を挙げると例えばこの指とか手とかをですねピーンと張った状態 固く張った状態で叩くと、これね、痛いんですよ。シンプルに痛いと。で、覚えておいてほしいんだけど、この体を硬くする行為っていうのはですね、何かを叩いたとき、この当たった衝撃を全部自分がもらっちゃうんですね。この反動が返ってきちゃうんですよ。この衝撃をこう、何万発も <laughs> 受けるって、もはや拷問じゃないですか。そんなにストレスがかかる方法で叩かなくても、もっと楽ちんで。 楽に叩いて、しかもいい音がするっていう方法があったとしたら、それをやった方がよくないですかっていう話なんですね。で、そんな方法あんのかよと。ありますよ。ご安心ください。これから解説していきます。はい。では、体にストレスなく、いい音で鳴らすために、まずはこの腕の振り方、ストロークを習得します。で、まずね、ウォーミングアップからやっていきますので、動画を見ながらぜひ一緒にやってみてください。はい。指を軽く開きます。指軽く開いて、肩の上に置きます。置けました息を吸います。 吐きながらこの肘をぐるっと大きく回すはいこんな感じのストレッチになります反対回りで肩痛いわとか骨がボキボキになるわという方はね無理せず各自無理のない範囲でゆるくゆっくり回していただければいいかなと思います 反対回りはいケー、OK。で肩を軽く揺らしたり上下前後動かしたりしてみてくださいで下半身のこの肩甲骨周りこの辺りになりますこの辺りを温めています はい、健康コツまわりほぐれてきましたと。温まってきましたとなりましたら、今度はよと。こんちは。トゥーッとね、これチョップの形を作ります。で、チョップの形を作る。これもう僕の見たまんまで大丈夫です。この見たまんま真似してください。はい、このようなチョップの形を作ります。で、この手でですね、風を起こす、優しく、軽く、仰ぐような感じで、左右に振ります。軽くね、軽く。 さややさやさやそう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 と。風を起こすように。はい、振ってください。まあ、よく言うのはね、軽くこう、謙遜する感じで。いや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 。いやいやいやのポーズですね。あいやいやいやってこう、全力でやる必要ないんで。もう消費電力0.01%ぐらいで、もう楽に楽に振ってください。はい、できました で,できましたら、今度、反対の手でやりましょう。今、右手でやってた人は左手で、左手でやってた人は右手でやる。チョップの形、よを作って、ここから、軽く優しく仰ぐように左右に振ると。いやいやいやと。はい。これがね、あら不思議。できないんすよ。はい。できてませんよ。はい。自分できてるわって思ってる方はね、鏡見てください。もうあっちゃこっちゃいってますから。 これね自分の利き手と反対の手はねなかなかコントロール難しいと思います。はい。じゃあどうするって話なんだけれども、じゃあまずね、利き手、聞き手をちゃんと確認しましょう。右利きの人は右手、左利きの人は左手で、ちゃんとこう、できてるかどうかっていうのを確認してみてください。で、なんかこう、辛いとか、痛いとか、難しいと思う場合は、なんか間違ってます。なので、一回こう、方向し直して、あーっと。 っていう状態で、よあと、軽くやって、軽く。はい。もう1時間ぐらい、これで続けられるぐらい。はい。あ、できてる、できてると。なりましたらですね、これ、もうこのまんま、こう、左右対称に動かします。で、ゆっくりから始めます。はい。これをミラーリングといって、今、右手でできていた動きを左手に、 コピーペーストして覚えさせるというやり方になります。で、今ここで動画を止めていただいて構いませんので、鏡の前に行ってですね、この動き、つまり自分に対して完全に左右対称に手が触れているのか、動かせているのかっていうのを確認してください。で、これができるようになったら、また戻ってきてください。はい。じゃあ、いってらっしゃい。 はいおかえりなさい。できましたできましたらですね、今度これを振ってるこのままですね、自分の体の側に倒してくると。はい、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。はいはいはい。で、これが自分のおへその前ぐらいまで来たらストップ。はい。へその前ぐらいをこうパタパタする感じにします。はい、これをま両手でやりますと、パタパタパタと振っているのをこのままですね。 自分のがちょっとずつ、ちょっとずつ傾けてくる。倒してくると。で、へその前ぐらいになったらストップ。はい、こんな感じです。はい。この動きで合ってます。はい、大丈夫です。で、これがね、パーカッション、花ンのストロークになります。いや、どこやねんと。<laughs> どこがストロークなんちゃうと。今、これね、両手でやってるかちょっと分かりづらいんですけども、これをこうずらすと、交互に、右左が交互に、 動くようにずらすと、あなんか叩いてる風になったと。ストロークになったわと。はい、これで完成です。で、これができたらですね、あとは、この振りを、このダメに当てればいいんで、こうちょっとね、近づく感じになります。はい。で、そこで大事なのがさっきの、はい、3点ずわりです。はい。もう忘れてますよ、3点ずわり。しっかりしてくださいね。はい。 お尻で座る。で、両足をしっかりつく。で、この3点でガシッと支える。はい。で、このまま1回きれいなお辞儀もう自分史上ですね、これ以上きれいなお辞儀できませんっていうか最高にきれいなお辞儀をしてください。はい、どうぞ。はい、ありがとうございました。で、戻ると。で、ちょっと傾けたぐらいで、さっきのこの振りを、はい。このダメに少し指が当たるぐらいで。 やればもう完成でございますはいおめでとうございます花本叩けたわと、はい、おへその前でパタパタパタいやいやいやと振っていたのをこのまま軽く前傾すればはいこれで花本のハイトーンが叩けますと。あーなるほどこのいやいやのこの振りがこれがこのままここに来るんですねこれがストロークなんですねはいその通り正解です はい、今、軽くね、こうトントントンとやってますけれども、仮にこれを大きくしたい場合、大きく鳴らしたい場合ですね、この腕の振りを大きくすれば音量は上がります。はい。で、この腕の振り方、腕の軌道に注目してほしいんですけれども、今度ね、このいやいやいや、振っていたのを大きくする感じで振ると、こういう軌道なんですね。こういう軌道。 ちょっとこれ動画だとね、伝わりづらいかもしれないんですけれども、つまりこのダメに対してこう、まっすぐ垂直に当ててるわけではないっていうことなんですね。こう、ちょっと三日月というか、扇形というか、こうね、ちょっとこう放物線を描くような軌道になります。はい、こういう感じですね。 はい、この腕の振り方、ストロークについては分かりましたと。じゃあ今度はですね、この手のどの部分が、花本のどの部分に当たってるのかっていうのに注目していきたいと思います。ちょっとね、このご自身の花本で、この上の部分をトントントンといろいろ叩いてみてほしいんですけれども、これまたやっぱ叩く場所によって音変わりませんかはい、そうなんですよ。この上の部分だけでも、 下方もねこの端の方この角の方に行けば行くほど高い音がしますで反対にこう真ん中の方に行けば行くほど低い音がすると真ん中が低くて端が高い,はいこのようにこの上の部分だけでも無数の音の選択肢があるってことなんですね まあこれが魅力でもあるんですが、その分ね、難しいということになります。どういうことかというと、高い音を出したいと思って叩いても、毎回同じ音が出せるのいいんですけども、これがね、当たる場所がちょっとでも変わってしまうと、音が毎回変わってしまうと。で、何かリズムなどを叩くときにね、この音が。 毎回変わってしまうと、まあ、簡単に言うとね、下手くそに聞こえるんですよ。こうなんか、こう、音がわちゃわちゃしちゃうというか、あっちゃこっちゃいっちゃってね。下手くそに聞こえてしまうと、なので、今回一個ね、基準の音っていうのを決めます。こんな音です。はい、これを一個の基準にして。これを毎回コンスタントに叩けるようにします。 でこの基準の音を覚えたら、まあ、これに対して、まあ、もっと高い音とかもっと低い音みたいに基準に対して調整できるようになりますので今回はねこの基準のハイトーンというのをしっかり覚えましょうはいでは今回よりハイトーンの手が当たる位置ですがこれは響き線の真上とします響き線ってなんだよとおおいのあなたねぜひご自身の画本、穴開いてますよね穴の中見てみてください なんかピューッと弦とかギラギラしたもんついてませんかはい。それが響き線です。それによって花本がこのザッザッザっていう、まあ、バズサウンド、バズ音っていうんですけども、このバズ音を得ることができます。で、この響き線が張ってあるのが、まあ、この画面の裏側になりますので、その反対側ってことですね。で僕の花音だったらわかりやすくここにポッチがありまして、この ポッチ状にこうピューッと弦が張ってあるんですねでだいたいまあこのあたりか、まあ、もうちょっと内側かだと思いますでスナッピータイプの場合でもだいたいこんな感じでついている、まあ、この断面の裏側になりますけどついてるのではないかと思いますで穴から見てねどの辺についているのかっていうのを確認してみてください で、こういうふうにマークがある場合はいいですけれども、ない場合はですね、その響き線がある位置っていうのを、シール貼りましょう。まあ、この下方の場合もぼっちがあるからいいんですけども、ない場合ですね、響き線がこの位置に通っている、貼ってあったら、このちょうど真上にシールを貼ってマークをつけると。はい、こんな感じです。でもう一箇所ですね。はい、こんな感じでつけますと。 で、このマークの真上を叩けばよしと。ああ、わかりやすい。もう目印ができましたんで、もうここ叩くことないですから。はい。もうこの目印の真上を叩けばよいと。で、こう、花本に手が当たるときの手の形なんですけれども、先ほども言ったように、やっぱりこう、力が入っている、ピーンとしている状態だとですね、叩いて反動をもらってしまいますので、もう極力ね、 極力力を抜く。極力楽にする。はい。ぐにゃぐにゃぐにゃと、ブラブラブラと振ってください。で、力を抜いてくださいと言ってね、力抜ける人ほとんどいないんですよね。レッスンとかやってても、生徒さんね、力抜いてくださいって言うと、もう大体みんなピッと力が入ってしまいますので、えー、コツを教えします。コツはね、う自分の手をこう優しく優しく触ってください。さすってください。 柔らかくなーれ、柔らかくなーれと。はい、さすっていただいて。はい、これで、多少ね、リラックスできるはずです。この人間の手、指っていうのはすごく神経が通っていて、もう本当に、紙一重っていうか、紙一枚も判断できるぐらい繊細なので、こんなギューギューギューってこうね、揉んだりする必要ないので、優しくこう、さわさわさわーっと。 触っていい、ただくくととね、自然とこう、ほぐれるははずです。はい、じゃあほぐれたとしてですねここからちょっとねこの親指だけこの5本指ある親指だけこれちょっと仲間外れなの分かります親指だけちょっとこれ向き違いますよね。でねこのゆるい状態で叩きたいんですけれどもこの状態で叩くとこれ,これ親指当たっちゃうんですよ。これむちゃくちゃ痛いんですよ。 なので、これね、親指だけちょっと今回すいませんと。ちょっとね、仲間外れなんですよ。ちょっとこう開く。親指だけ開いていただく。ちょっとこう外していただく。こう当たった時に、親指がね、この断面に当たらないようにする。このくらい。はい。なんで、このくらい、軽く開くと。はい。はい、この形。この形で完成です。親指だけ軽く開いて、残りの四本指は、自然に、 悪まった状態でこの4本指もねキュッと閉じなくていいので自然に楽にリラックスした状態にするとこう軽く開くはずなんでこの状態で大丈夫ですはいでこう腕を振ると、まあ、軽くこうしなるぐにゃぐにゃぐにゃとしなるぐらいにしておいてくださいでこの手がね画面に下方に当たる部分部位なんですけれどもまずこの 指の付け根。はい。このあたりが当たります。指の付け根でちょっとこう骨が出てる部分ありますよね。この部分が当たります。あと指先ですね。ハイトーンの場合は指先。特にあの指紋がある。指紋の中心らへんが当たります。はい。手にもシール貼りました。こんな感じです。今回当たるのはこの指の付け根の部分と各指の先端部分です。 でまずこの指の付け根の部分ですね。この付け根の部分がこの花本の上の縁に当たります。まあ右手だったらこの右側のいびき線がある真上のこの縁ってことですね。この辺。この辺にここが当たる。はい、こんな感じ。 でこの付け根をこの上の縁に当てれば自然とこの指先は画面上に当たると思うんですけれどもこう振り下ろしたときにですねこここことここが全て同時に当たるようにします。こう振り下ろしたときにこことここが全部同時。 ここになんかね、手肉を塗って、こう、ハンコを押すみたいなイメージですね。はい。ここだけが強く当たってしまったり、指先だけがこう強く当たったりしてしまうと、いい音が出ません。しかも、痛いです。ので、こことここが。 全て同時というのを目指して当ててみてくださいはい今僕がやってるみたいにもう本当に小さい振り幅思いっきり振らなくていいんで小さい振り幅から始めてトン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 とやしく軽く叩く。 振り下ろす。当たった時に、こことここが、同時に、当たると。で、楽にしてればですね、このダメに、当たった時に、自然とこう、跳ね返る。当たって指跳ね返るはずなんですよ。で、これが力んでると、こう、ぴたと、ダメにくっつけてしまう。 ビタッビタッ,ビタッとくっつけてしまってはダメなんですねなのでゆるい状態にしてもう当てたら自然に跳ね返るはいこんな感じで当ててみてくださいはいもう一回確認しましょうハイトーンを叩くときのこの手が当たる位置は響き線、スナッピーが貼ってある真上ですはいシールを貼りましたね このシールのポイントを叩けばいいと。で、叩いたときにね、この手が当たる位置は、指の付け根と各指の先端部分、指紋があるあたりです。で、今このシールを貼っている部分がすべて同時に当たります。同時です。この指の付け根の部分が、このシールの近くの、このあたり、この角にぴったり当たります。で、ここに当たったと同時に指が当たると。 はい、こんな感じになります。で自然にゆるい状態、リラックスした状態になっていれば、これ当たったと同時にですね、指は座面から跳ね返ってきます。なんで座面とこの指の間に隙間ができますね、叩き終わった後は。こう、ピタッと、くっついちゃう方はですね、力が入りすぎです。一回こう、ゆるーってもう一回やり直しましょう。ゆるーっとして、さすって、さすって。 おやーんとした手の形たちを作ってこのまま軽くトントントンと当てれば絶対くっつきませんからトントントンと軽く弾ませる弾ませるはいこのようにして叩いてくださいではいだこのハイトーンをしばらく繰り返して叩いてみて 毎回同じ音ががしていいるなというのが確認できたら、OK、です叩く位置が毎回同じで手が当たる位置が毎回同じであれば鳴る音も毎回同じになるはずです。これがこの叩く位置が毎回違ったり手が当たる位置例えばこの付け根が 異様に強く当たってしまったりとか指先が変に強く当たってしまったりすると音色がバラバラとしてしまいますのでゆるい状態、優やさしいリラックスした状態で楽に当てると。で同じ位置に当たっていれば毎回同じ音がするはずなのでこれを目指しましょう。 はい。これができましたらですね、今度、反対の手、右利きの方は左手、左利きの方は右手になりますけれども、今度ですね、これをさっきやったように、両方、左右同時にやります。反対の手も全く同様ですね。このシールの位置を叩いて、この指の付け根と、この指先、まあ、今これシール貼ってませんけれども、まあ、同じですね。同じ位置が、 同時にに当たるようにするはいこれをしばらく繰り返してもうこの動きこの形をですね体に覚えさせる脳に覚えさせるはいでは左右で同時に叩いて毎回同じ音が出せるなということが確認できたら今度はですねこの振り幅を大きくしていきます 小さい音量で叩くときはこの振り幅は限りなく小さくていいんですけれども大きな音を出そうと思ったら今度この振り幅を与えてあげますはいこんな感じです小さいところから始めてちょっとずつこの振り幅を大きくしてみましょうはい ちょっといかがでしょうか音量が上がっていますよね。で、大きく振ったときも小さく振ってるときと全く同じです。これで変えないでください。当たるところはこの指の付け根と指先。で、手に力は入っていません。当たったら自然に跳ね返る。を勢いよく鳴らしてやろうとか、叩いてやろうとかですね。 こう優しく弱く振っていたところからこのまま少しずつ大きくしていけばいいというだけですはいいかがでしょうかこれができたら完成でございますお疲れ様でしたおめでとうございますはいというわけでカホンパーフェクトレッスンの第一1回終了でございますお疲れ様でした今回のこのハイトーンこれがいつでも楽に 鳴らせるようになりましたらできたーとねコメント欄に書いてくださいできた人が増えてきたらねまた次の第2回を放送したいと思いますのでよろしくお願いしますはいこんな感じでパーカッション情報を毎日発信毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップも行ってますので引き続き要チェックをお願いしますそれではまた次の動画で会いましょうバイバイ